ばんは。こんばんは。やすね。はい、あ、もったいない。むずむずい。いや、ごめんなさい。あ、これ割れるんだ、これ。そうか、あれフレームかマイナス 1？ わぁ、うまい。サッカー日本代表決勝トーナメント、そう、進出しましたね。めでたいです。わっ、これは全然見えん。たまたまうわー、せっこせっこや、今のはめちゃくちゃずらす。しかも生ろ死ななかったからな、今、たぶん。安いな。うわぁ、当たるか。大丈夫。死にはしないか。フィニッシュされても大丈夫。うまい。多分大丈夫。13フレレージアーツの強みだよね。そうね、ショータッパーぐらいまでならギリ狙えるんで、うん、まし。いや、またメンディ君どうも。TWT じゃなくて、のびちくオフ会で来てます、作り。いやー、殿下の宝刀が送らせたのに。ここまでが食らってたわ、俺。いいんだよな、うん、なるほど。いや、ちょ今ドライブかレイジャーズかもしれない。迷った、今また言う。
えた。うわあ、取ろうか、取ろう、取っ、取っ、取っ、紙一重というのはこのこと。いやー、流したね。生きてるよ。でけえ道具切った。わあ、踏み込みすぎ。踏み込みすぎたお、用心。用心珍しいね、書き込み。なんだかんだコメント珍しいな。特にあれだね、あの相手にステップインガードとかで固められた時に、はい、あの膝の暴れを打つ反応が早いの。あ、なるほど。あれ、俺ああいう時固まりきっちゃうんだけど、はい、すごい早い段階で膝出せてるのが偉いなと。なんかちょっとワンテンポ間が空いた時に打つようにしてますね。なんかそう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 、俺そこでね固まっちゃうんだよね。あ、ま、ハウステンボスって何があるの。なんかジェットコースターとかではないですね、多分。あちゃではない。なんかでも最近全然行ってない。でもイルミネーションとか。え、竹林地からどれぐらいかかるの？50分、40、50分。高速使って 40、50分とかですかね。でも次長崎に行ったら行きたいなと思って1回も行ったことないから人生で。あとなんかすごい夜景綺麗な丘ない。あ、稲佐山ですよね。ああ、稲佐山は近い、遠い。そこもまあ40分ぐらいですかね。でも稲佐山は本当におすすめですね。夜景に全く興味がない自分でも感動したんで。興味なさそう。ディレイ連打ができなかった。本望次第ではたまにはミスっていいんですよ。でもカップル多いんでしょ。まあ多いでしょうね。やばい。さばいた。うまい。うい。いやー、あー、足長い、足長い。いや、ま、いや、うわー、うまい。うますぎ。なんか反応してしゃがんじゃうな。こんばんは。壊さない方がいいかな。なるほど。やめて。あれってない。ほい、ほい。ああ、かっこいいのに。普通に別にあの2発目流して。普通なんか入るでしょ。どう見ても。わかるそれ。3回目言いませんでした、ね、今の。中上の一発目を。受け流しした後、上の部分も受け流ししてしまうみたいなもんで、しゃがめばいいの。よくあるんですよね。この暴れ、あ、いいや。そう、先生は今日都内に来ましたよ。うぃー、打った瞬間、あってなったやつ。いいガードだな。あえて最速。あ、おお、いや、逆に、お、
グダグダイメージでキャラクター一覧をまず今見たいところです、ね、キャラクター一覧見たら思いつくと思う。キングとかあれじゃない、そのなんか引っ掛けとかじゃない、ずるいもん大事じゃない、うん、あキングとかっすか。おお正解。よし、なんかパッなんか減ってそうな気がしたんで。さすが先生。あざす。あれ俺ごめん、スマホ今みんな持ちながら拍手したらコメント消しちゃった。いこごめん、テッさん、テッセブンさんごめん。キャンセルした。いいレイジ。あ、補正が少ないんで、ね、あ、でも残るな。あざす。おー、ぴったしかな、これ。あとなんかその同じシーンが多すぎて、あそれも良くないなって。この後ドラクエのかけっこみたいなやつやりますかって。なに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 、ごめん。あーメンディー君参加したかったか。うわ、うまい。これは、うん、発射？うわ絶対しゃがみたくと思った今やりよった。神使いのライトゥ。はい、OK。長崎であれば参加したかったです長崎も長崎バージョンやりますね。それチクリンの身内ばっかになっていつもの金曜の夜の飲み会みたいになっちゃう金曜の夜になっちゃいます、ね、確実に飲みだけが若干ちょっとチヤホヤされるかもしれないけど、はい、あー左ライトどんどん。おっ、おっ、千載一遇のチャンスある。あ、はい、あーあーし、どうですか。どの話題だろうな。スティーブのことなのか、クロエにとってきついキャラのことなのか。ジンカズミか。え、ジンカズミってどちら側がきついっていう、うん、なんか僕は直感的にはパッと有利フレ出てこなかったんですけど、マジでどっちもどっちな感じですかそうだよ、いい角度。あ、あー、よくない壁が。ジンガーは別にきつくはないですね、うん、2RK とかにでかい攪拌入れられるとちょっと嫌な気持ちになりそう、うん、確かに。あ、
うまっ、その膝うまいんだよ、さっきから斬新入れた前出し、あっ、すいませんでした。なんでそこでそこいや、なんか軸的に拾えないかなと思ったんですけど、はいはいはい、めっちゃ拾われました。あの、よくどっか行っちゃう系のスライディングね、はい、おかしいな、研究不足でした。今回のオフ会も行きたかったですけど、遠すぎて断念しました。ごめんね。どこだと都合いいかな。そこでやろっかな、じゃあ。俺が勝手に決めるの。開催決定。こんばんは、スクリーンさん、のびさんと話してる。楽しそうですね。マジっすか。いや、楽しいっすよ。いや、やっぱね、スクリーンもね、こいつ、話、噛み合わねえなって思ってるんだよ、のび。いやいやいや。いや、ちょっとびっくりした。私屋さん、あ、私屋さんありがとうございます。これあの、チクリと明日コーヒー飲みます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう逆にうるさい配信者は、鉄拳うるさい配信者のびだろうけど、まあ、用心はまあうるさい時はめちゃくちゃうるさい。青は静かでしょ、ダブルもめっちゃ静かだし、ノロマも静かだし、うるさい人、うるさい人、プロ連中の中ではやっぱ伸びと用心かな。そうですね。うるさいっていう、うるさいって声が大きいと。声が大きい。俺が後ろでめっちゃ喋ってると集中力切れるでしょ。いや、全然。むしろ話しながらやってる方が楽しいですね。これぞ鉄拳セブン。なんかしか一人で配信してると疲れること多いんですけど、うん、こういう形だと全然疲労が来ない。やっぱね、話した方がいいよね。そうですね、うん、あ、浜ちゃんありがとうございました。ありがとうございました。